アルベルト・ホス・エリス・マルティネスは、ホンジュラス出身の同国代表プロサッカー選手。リーグアン f c ジロンダン・ボルドを所属。ポジションは FW。CD オリンピアに所属していた2013年9月に、プロデビュー。2016年8月26日、CF ・モンテレに移籍。2017年シーズンは、ヒューストン・ダイナモに、レンタル移籍。 2017年12月13日、レンタルで加入していた、ヒューストンダイナモに完全一席。各年代で、ホンジュラス代表に選出されている。2013年には U-17 代表の一員として、コンカカーフ U-17 選手権と FIFAU-17 フフワールドカップに出場した。2014年9月30日、フル代表初招集。 10月9日のメキシコ代表戦で初キャップを刻んだ。フル代表デビュー後、一旦年代別代表に復帰。この間、主要大会では、中央アメリカカリブ海競技大会、今カカ冬マイナス20選手権に参加した。その後フル代表に復帰し、2015年12月16日のキューバ代表戦で初ゴールを決めた。2016年夏。 U-23 代表の一員として、リオ五輪に参加。6試合で2得点を挙げ、チームの4強入りに貢献した。2017年と2019年には、コンカカーフゴールドカップに参加した。ありがとうございます。